にちは。こんにちは。新潟県新発田市の慶和学園大学から元気な大学生の日常をお届けします。ユーストリーム番組慶和ランチの時間がやってきました。はい。今日の MC は敬語カタコと日本語ペラペラのマルコと、はい、なんだっけ、主成分はパンとラーメンとジェラートの土田舞香です。よろしくお願いします。今日の、ゲストは10月20日の慶和祭に行われた学長杯外国語スピーチコンテストで優勝しました。慶和学園大学1年生の李京子さんに来ていただきました、はい、ようこそお願いします。李さんはですね、社会人経験もあるということですので、なるほど、まあまあまあ、ちょっと聞いてみたいと思います。そうだね。外国語スピーチコンテストの他に、これまでの経歴についてもちょっと伺いたい。いろいろとお願いします。まずじゃあ自己紹介から。はい、僕今慶和学園大学国際文化学科の1年生李京子と申します。はい、よろしくお願いします。お願いします。ご出身は？僕中国の山東省出身なんで。どの辺だろう。あの、なんか青島ビル分かりますか？青島ビル、青島。分かんない。分かんない、私中国本当に分かんない。なんとかな、ふるさとと新潟 の、うん、あの気候が大体同じ、緯度37度ぐらいなん で、 あ、このライン上なんだ。で、はい、で新潟からインチョン空港までは2時間かかるじゃないですか、うんうん、でインチョン空港からここふるさとの空港までは1時間、うん、あ、じゃあ、はい、3時間で韓国で乗り換えるの。そうそうそう。あ、そうなの。私のインチョン空港行ったんだ。そうだよね、よく行ってるよね。そうですね、はい。あ、そうなんだ、うん、で、あ、じゃあちょっと地下間のところなんですね。お近くな感じで。そうですね、はい、すごく新潟に来てから、うん、まあいいなと思いました。はい、あ、そうなんです。それでずっと新潟に。あ、そうなんですね、はい、え、じゃあ新潟、日本に初めて来たのも新潟だし、そうですね、ずっと新潟に、はい、あ、そうなんですね。そうですね、今年5年目、5年目、はい、5年前に来たんですよ。そうですね、2009年、2009年。じゃ結構長い方ですかね、ひょっとしたら慶和にいるです、ね、留学生の方の中では、はい、ね、なるほどなるほど、うん、じゃあなんかその慶和に今1年生だから、うん、慶和に入るまでは何、あの、うん、僕高校卒業してからすぐ日本に来たんで、うん、それで2年間日本語の専門学校に通ってて、はい、それでまだ2年間専門学校通ってて、本当は今年アメリカにいて1年間就職するつもりだったんですけど、でもう一回、やっぱりもう一回日本に来たくて、でビザの方がめんどくさいから、でアメリカの方をやめて日本に残ることになったんですね。でその時は他の学校とかもう間に合わないんで、で慶和に来ました。あ、そうなんですね。はい、慶和どうですか。で結構いい大学ですよ。お、はい、嬉しいね。あの慶和に入ってまた新しい友達とか新しい先生たちと出会えてすごく良かったと思います。あ、嬉しい。すごいフレンドリーなんですよ。あ、なんかそう、マルタとお知り合いみたいな感じで。はい、今自分グループ持ってるんで、で向こうは全部僕のグループです、ね、ああ、そう、お友達がたくさんいるんですね。はい、でグローバルチームといいます。へえ、はい、そうそうそう。そうなの。へえ、はい、8人。みんな出身は？いろんなバラバラ？あの、僕チャイニーズね、うんうんうん、パキスタン、日本、うん、アメリカ。へえ、そうそうそう、超グローバル。そうですね。イタリアいますけど。そうですね。いかがですか？これから。なるほど、はい、なんかあの社会人経験が、ね、あるっていうふうにお聞きしたんですけど。まあそうですね、あのその時あの新潟で中央の領事館できたじゃないですか。それで中国の観光客も、うん、あの急に増えてきて、そうですよね、はい、それでオクラホテルとか、うん、そういう新潟のちょっとレベル上のホテルは、うん、で中央人のお客さんに、うん、あの対応できるようにそれで中国語を勉強することになったんです。でうちの学校に頼んで、また学校の先生が僕を頼んで、うん、
へえー、すごい、はい、それはりーくん一人で行ってたんですか。そうですね。おすごい、はい、選ばれし2年半ぐらいオクラホテルで教えました、はい、すごい。もうなんか仕事しながら教えなんかクラス持って勉強会みたいな。前あのオクラホテルも忙しいから、うん、 そうですよね、それであの毎回のメンバーが違うんで、ああずっと同じメンバーじゃなくて、で毎回メンバーが違うから、で従業員たちが空いてる時にあの1時間だけ作ってみんな一緒に勉強するんですね、うん、はい、で主にあの挨拶とか、うん、あのホテルの接客業務、うん、はい、なるほど、そうですね。すごいですね。面白かったですよ、うん、はい、それで中国人観光客って増えたんですか、うん、そうですね、領事館ができてから、はい、それで、なんとかで観光客、うんうん、そうですね、なんでで、なんか今日お呼びしたのは、あのこの前あの慶和祭の時にあった学長杯の外国語スピーチコンテストで、はい、なんと見事優勝されたということで、おめでとうございます。ね、でそもそもなんか私あの全然あのこのスピーチコンテストあのもちろん出たこともなければそうあれなので、なんか学校にいるのによく知らないんで、ぜひどんなのとか教え、どんなものか教えてほしいです。スピーチコンテスト、どんなこと、どんな人がどんな風に出てらっしゃるのですか。今年の方が中学生、高校生と大学生と社会人の方があるん で、 で中学生と高校生があの午前中やってたんで、それは全部英語ですね。で午後から大学生と社会人の方が始まるんで、社会人の方が英語だけじゃなくて日本語、フランス語、韓国語、はい、全部あるんで、で4カ国語ですね、はい、それでみんな4カ国語のスピーチコンテストがあって、で、まあ、僕は1位になって。おーすごい。待って、何カ国語喋れますか。僕は今3カ国語、英語、日本語、中国語。そうです。うわ、スピーチは英語と中国語で。あのスピーチは英語です。あ、英語でやられたんですか。はい、英語です。すごい。なんか中国語でやったのかと思った。それはでも母国語だから簡単なのか。そうですね。日本語の方が一応もし日本に来て5年以上だったらもう参加できない。あ、はい、そうなんだ。それで母国語はもちろん。そうかそうか、英語、はい、なんですね。そうですね。なるほど。はい、そうなんだ。はい。なんかどんなお話されたんですか。僕のテーマは、私たち若い。若いっていう、若いっていう、ぜひそのスピーチの内容をギュッとして教えてくださいただ私たちまだ若いから、それでこの一番いい時期を無駄にしないように頑張ろう、いい人生をのために頑張ろうという話ですね。それで3つアドバイス言ったんですけど、一つは一つは何でしたっけ満足しない、満足しないで高い目標を立てる。で2番目は2番目は何だったっけな自分のことを、なんとかな、抑えないんで、うんうんうん、はい、他の人の、なんとかな、意見、うんうん、で、日本語なんていうかな、他の人の考え方に気にしないで、自分の考え方を、そうですね、自分がやりたいことをやればみたいな感じ。3番目は一番大事なのは、諦めない。大切ですね。それで失敗は成功のお母さん。お母さん。はい。それだ。なるほど。はい、でこういう内容でした。すごい。なんかこれだけ聞いてても、なんかこう、そうだなって思います。聞きたかったな。うん。うん。
そうですね。みんな内容違うんだ。みんな内容が違うんですよ。はい。どんな人なの？日本語の方がやっぱり自分国の文化と日本の文化が違うところですね。比較したところとか、はい、一番印象残ったのは日本語はそういう曖昧な表現とか大丈夫だ、大丈夫だか、いいですとか、それでなんとかな、一人留学生が学食で定食を注文したかったんですけど、はい、唐揚げの定食ですね、それで唐揚げくださいって言ってて、それで従業員がご飯はいいですか、それで、あ、こっちが多分もらえると思って、あ、いいですよ、で結局唐揚げだけもらいました。おー、そういう日本語が、そうですね、曖昧な表現がやっぱり日本って、はいはいはい、イエスノー以外の真ん中がすごく多い国ですよね。そうですね、はい、うん、あと、うん、僕も日本でそういうホストファミリーがあるんで、それでたまにお母さんお父さんのところに行って、で食後はお茶とかいろいろ出すじゃないですか。で、リックはお茶飲みますか？はい、大丈夫です。で、お母さんがいらないと思ってて、本当はこっちだ、お茶を飲めるんよという意味なんで、はい、ああ、そういう汲み取り方が違うんですね。そうですね、はい、あ、確かに。でも自分も迷う時あります。なんかどっちの意味でいいのか、はい、いいですとか、どっちみたいな、いらないんだよ、っていう感じ。そうですね、僕もお母さんお父さんと結構こういうことが多かったんで、お母さんが今度もしリー君がいらなかったらじゃあ結構ですと言ってねって。あ、そうかそうかそうですね、はい、あ、そういう面白いところもあるんですね、はい、言葉。なるほど、それが言葉の文化だって一番。そうかもね、そうかもね、なんとかな、通訳するときは難しい、難しいですよ。で、たくさんそういう表現は日本語でしか使わない、例えばいただきますとか、はい、いただきますってないんですか？あんまり言わないです。あ、そうなんだ、はい、あとごちそうさまとかあんまり言わないです。はい、ごちそうさまない。え、じゃあ食べ終わったらどうする、どうするの？なんかね、で、そうですね、そういう言葉あるはあるんですけど、あんまり言わない、使わない、はい、なんか逆に使われたら、言われたら、なんか変な感じ、はい、全然うーんってなれない、何にもわかんない、多分習慣じゃないと思う。そうですね、はい、日本人だわ。そうそうそう、で、それこういうところは日本人の優しいところです、はい、なんか日本語はなんか喋るときあまりそういう乱暴な日本語はあまり少ないで、悪い言葉とか、そうです、あと喋るときはみんなの声すごく小さいです、うん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 、それで日本に来て長くなったら、なんか日本語も上手に使えるようになってきて、なんか性格も優しくなるんですよ。変わるんですよ。なんか中国人はみんなのイメージだったら中国人の声、喋る声がすごくでかいじゃないですか。確かにこう高く、はい、バーってこう、そうそういうイメージある。逆に今国に帰って、日本のように普通の声出したら、お父さんお母さんがお前さ何が怖がれてるんです、そうそう、なんか怖いのって言われるんです。でもすごい、でも日本の人よりもでもすごくソフトな話し方だと思いますよ。優しい喋り方ですね。なんか周りの日本人の方々のおかげで、あ、はい、で僕周り日本人が多いから、はい、でもし他の留学生のように自分の国の人としか使わなかったら日本語は上達できないじゃないですか。そうですよね、はい、ね、でも私も入学した当時の先生言ってたんですけど、やっぱり留学生は留学生同士であまりくっつかない方がいいよっていう先生のアドバイス。そうですね、はい、そうですね、そこだけでね、はい、できちゃう。日本語学校終わってからの2年間まだ専門学校通ってたじゃないですか、その時留学生だけのクラスがあるんですよ。でも僕はクラス入れないんで、日本人のクラスの中に入ってます。すごい、はい、だから上達が早いんですよ。すごい、はい、あ、
あーすごいなー、すごい考えてて、うん、うん、そう、この前1ヶ月ぐらい母国イタリアに彼女帰ってたんです、はい、で帰ってきた次の日ぐらいに会って、うん、そしたら全然喋れないんですよ。わかるわかる、うん、はい、なんか言葉も出てこなくて、うん、出てこない、なんだっけって言って、 なんか硬い、そう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 、すごく硬い、あの喋りたくても出てこない言葉、だからなんか、はい、私無視しなきゃいけなくて、そう、本当にこういう時で、なんか僕今年春休みの時はちょうど中のお正月なんで、ああそっか、まだ僕中お正月の日に帰る、日に帰るから、で日本に戻ってきてから日本語は大丈夫かな心配するんですよ、はい、で初めて中に帰ったのは日本に来て3年経ってからですね、全然帰ってなかったんですね、その時は日本のホストファミリーも全部中まで連れてったんですよ、その時は毎日通訳しなければならないんで、そっかそっか、で日本に戻ってきた時全然日本語は問題 なかったんで、で今年2月はまだ1ヶ月書いたんですよ、一人で書いた、同じ感じだ、はい、日本に戻ってきてから口が硬くて日本語は全然出てこないです、はい、なんかその経験ができるからなんかすごい不思議な感じ、そう面白いですよ、で逆にずっと日本にいて中国に帰らないんで、うん、お父さんとお母さん電話するときは、うんうんうん、でなんか日本語が出そう、あそう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 、はい、やっぱりそうなんだ、特に日本のことを説明するときは、うん、あじゃあこれは中国語でどういうふうに説明すればいいかなってずっと考えるんですよ、はい、もうなんかこう頭と口がこうスルッといかない感じなんですね、そうですね、はい、ちょっと時間かかって、うん、はい、固まっちゃう、そうそう、なるほどね、よくわかる、うん、全然わかんないわもうで逆に面白いですよ本当に、はい、でもちょっとねやっぱ不便なところあるけど、そうですね、うん、で固まった時はお母さんかお父さんも、うんうん、お前さんもう日本人だよそうですそうですね、いやでもやっぱそれはなんかどっちも上手に喋れるからこその悩みですね、そうきっと、はい、うん、そう思う、どうなんだろう、でも日本語の方が全然できる、うん、向こう帰るとあんた日本語ばっか喋ってるから日本人じゃねみたいな、でこっち帰ってきて私になんかすごいイタリア人になって帰ってきた、そうですね、たまにみんなと一緒にいてで急に中国語が出たら、あ、リはチャイニーズだ普段はみんなとずっと日本語で喋ってるじゃないですか、たまに中国語が出たら、あ、この人はチャイニーズ自分がどっちの人間か分かんなくなったと思う、ありますよ、今何その全然わかんないんだけどその感覚で今をね、マジで今 70% 日本人ですよ、だってわかるわかる、全然わかんない 70% 日本人すごいもう純度 100% なんだけど私今多分 95% ぐらい日本人、そうですよ、あの前は金髪にしたじゃないですか、で前の学校に戻って先生たちと久しぶりに会ってて、で日本人の先生なんですけど、うん、先生がお前さんもうお前の魂を売ったんだよ日本に売ったんだよ、はい、それで、うん、いやまだ大丈夫、まだ 30% で送ってる面白い、なんかその感覚って味わえる人少ないな、いいな、面白い、でもいいか悪いか分からないけどね不思議、なんかもっといろいろね聞きたかったけどお時間がすごい楽しい、はい、今日ありがとうございますね、じゃあなんかどうしようかな、なんか最後にちょっとなんかこれからまだ1年生じゃないですか、なんかどんなこと大学でしていきたいとかありますか、はい、大学でやっぱり今の仲間たちで4年間ずっと長くで付き合えるようにいて、あとまた新しい仲間、例えばもしみんなグローバルチームに入りたかったら、まあどうぞいつでも、はい、楽しそう、そうですね、楽しい、はい、なんか一緒にどこにいてもみんな
多国籍軍で言われるんですよ。ね、面白いですよね。はい、素敵、今度じゃあ遊びに行ってみよう。はい、ね、嬉しい。ね、そうだ、そう、すごかったもん。全然わかんない、もう意味が。なるほどね。いや、じゃあ今日は、学長杯外国スピーチコンテストで優勝した、1年生の李京根さんをお迎えしまして、いろいろとね、お話。でも、マルタとの話が面白すぎた、今日は。なるほどね。本当にありがとうございました。じゃあ来週はですね、ロサンゼルスに留学に今度日本人の方が逆に行ってたね、小池梨花ちゃんっていう方をお迎えしてお送りしたいと思います。来週の MC は横田ちゃんと小池ちゃんでお送りしたいと思います。じゃありっくん、今日は本当にありがとうございました。ぜひまた遊びに来てくださいね。はい、いぜひその多国籍軍たちを連れて今度遊びに来てください、はい、その話も聞けるの楽しみ。近いうちに餃子パーティーやりましょうか。すごいすごい楽しみ。なんか平和戦の時は屋台出したじゃないですか。あ、そうですよね、出してたって。まだ食べてない人は結構いるんで、もしかしたら。いやー楽しみ。そんな約束も取り付けつつということで、じゃあ今日はこの辺で、じゃあ皆さんまた来週もどうぞお楽しみに。バイバーイ。